今回は2023年9月に三重県の鈴鹿サーキットで開催された F1 日本グランプリ決勝の日の様子をお届けします。2024年シーズンも始まり、4月5日からはいよいよ日本です。楽しみですね。予選に引き続き名古屋駅からスタートです。この日も快速三重号に乗って鈴鹿サーキットに向かいました。快速三重号をご利用いただきましてありがとうございます。快速三重1号鳥羽行きです。予選の日はチケットチェックだけでしたが、決勝の日は荷物検査もありました。鈴鹿市の特産品が売っているテントもやっぱり素通りできなくて、昨日も寄ったんですけど、去年食べたかりんとうまんじゅうを今年も買いました。これ大好き。この時でもうすでに人が多いなとは思っていたんですけど、お昼にかけてはもうどんどん増えていって、でネットで観客動員数を調べてみたんですけど、この日1日で10万人の人が来場していたんですね。すごいなと思って、3日間合計だと22万人らしいです。12時から行われるドライバーズパレードまで少し時間があったので、何か食べようかなとうろうろしています。ビールのおつまみにと思ってソーセージの盛り合わせを買ったんですけど、これこの後全部ひっくり返しました。この時が11時前ぐらいだったんですけど、とりあえずビールを買って、でソーセージダメにしちゃったのでもう諦めて、今度はこのダージーパイを買いました。すごく美味しかったです。熱い。11時40分くらいからドライバーズパレードに向けての準備が始まりました。レッドカーペットが敷かれていきます。中国音楽隊の皆さんは公式 X、Twitter にて日々の演奏活動をアップしていますので、ドライバーたちが乗るクラシックカーが入ってきました。これに1人ずつ乗ってコースを一周してくれるんです。
まあ、エネルギーが満ち溢れてます。パレード終了後また出てきました。決勝レースが14時からなので少し時間が空くんですよね。で、またビール飲んでますね。もうお水もたくさん飲んでるんですけど、多分本当この時は暑かったんでしょうね。今年は来月4月開催なのできっと気候も良くて過ごしやすいんですかね。さあ、今、小田井選手とマッキーが今、グリッドに落としました。さあ、表彰式に合わせてこのフェンスが開いたので、え、出られるのと思って急いで走って行きました。生でシャンパンファイトを見れてもう本当に感激しています。興奮冷めやらぬままキロに着きます。帰りも行きと同じ鈴鹿サーキット伊能駅から快速三重号で名古屋駅に向かうつもりだったんですけど、向かってるんですけど、もうここから本当に大変でした。2時間以上は電車待ちの列に並んだと思います。で、帰りの切符を買っていない人はこの左のテントで切符を買って、それからまた電車待ちの列に並び直さなければならなかったみたいで、その列がもう最終的には鈴鹿サーキットまで到達していたらしいんです。一
度名古屋方面じゃなくて逆の2の方に行ってから乗り換える方法もあったみたいで、結構そちらを選んでる人も多かったですね。でふと気づいたんですけど、周りに日本人がほとんどいなかったんですよ。え、みんなどこ行ったんですか？どうやって帰ったんですか？はい、もう日も暮れました。電車に乗れたのは18時33分発の桑名行きだったんですけど、これも10分以上遅れての到着でした。このあと一度乗り換えをして、で1時間45分くらいでやっと名古屋駅に着くことができました。もう着いた瞬間みんな拍手と歓声が上がりました。いやー、よかった。ホテルに帰る前にフライボーでご飯を食べることにしました。名古屋に着いた日にジャンボエビフライを食べたんですけど、それ以外は名古屋飯らしいものを食べてなかったので全部ここで詰め込みました。これは土手煮ですね。フライボーといえば手羽先の唐揚げですよね。これ初めて食べました。ピリ辛ですごい美味しかったです。で、食べ方があるらしいんですけど、もう気にせず食べてます。これは天むす。これ一口で全部天むすが私の口に入っちゃって、この残った白ご飯を夫にあげました。これは名古屋コーチンを使った味噌カツでした。いやー、美味しかったです。もう疲れてほんとヘトヘトだったんですけど、ご飯食べると復活しました。最後まで見ていただきありがとうございました。来月4月の F1 日本グランプリは今回は行けないんですけど、また来年絶対行きたいと思ってます。またその時は動画上げたいと思うので、よかったら見てください。ありがとうございました。